はい、それでは松本力選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての感想を聞かせてください。はい、そうですね。前回デビュー戦の時はドローで終わって、だから今回こそ何が何でも勝たないとダメだったんで嬉しかったですね。じゃあ対戦相手の小島選手、戦ってみての印象を聞かせてください。正直なところ、前回僕めっちゃローをもらってて、だから蹴ってくるのかなと思ったんですけど、パンチに付き合ってくれたんで、ちょっと。はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。今後の目標は K1 バンタム級のチャンピオンのベルトを巻くことです。それから上のいっぱいいる選手たちを今から倒していって、自分がトップになることなので頑張ります。はい、ありがとうございました。